皆様こんにちは。私たちは認定 NPO 法人トリトンアーツネットワークという団体です。中央区晴海にあります晴海アイランドトリトンスクエアはご存知でしょうか。この真ん中に円形の建物がありますが、こちらは音楽専用ホール第一生命ホールです。この第一生命ホールを拠点に、ホールでの主催公演や近隣地区でのコミュニティ活動を通して、音楽でつながり、音楽とともに生きる社会の実現、音楽によるコミュニティの活性化や音楽の楽しさを分かち合い、心を豊かにするために、2001年よりさまざまな活動を行っております。2021年11月には設立20周年を迎えました。また晴れた海のオーケストラというホールを拠点に活動するプロのオーケストラもいます。私どもの事業は多岐にわたっておりますが、特に中央区や江東区ではファミリー層が年々増えております。この地域で育つ子どもたちが音楽とともに豊かに育つ社会を目指しております。ロビーでよちよちコンサートは、ホールの客席にじっと座るにはまだ早い0歳から3歳のお子様とその親御さん向けに、子どもと一緒にクラシックシリーズでは4歳のお子様から家族で楽しめるコンサートを開催しています。またコンサートホールへ足を運べない方のもとへ、演奏家とともに生の音楽をお届けするアウトリーチも行っております。保育園、幼稚園や小学校、高校など感性豊かな子どもたちや、病院や高齢者福祉施設など、さまざまな理由でホールへ足を運ぶことが難しい方々へコンサートをお届けしています。活動に対してはこのような嬉しい声をいただいております。またアウトリーチ活動には、具体的にはこのような費用がかかります。ほとんどの経費を助成金や団体の会費、ご寄付で賄っております。トリトンアーツネットワークでは、個人正会員やご寄付など常時募集をしておりますので、活動にご興味を持っていただけましたら、ぜひトリトンアーツネットワークのホームページをご覧ください。また、サポーターと呼ばれるボランティアスタッフも常時募集をしております。音楽愛好家や近隣にお住まいの方など、現在約70名の方が登録をしています。ちなみに私たちもサポーターです。第一生命ホールでの公演サポートでは、おもてなしの心でお客様をお迎えしています。アウトリーチのサポートでは、楽器を運搬したり、記録の写真撮影やレポートを書いたりしています。年に一度の第一生命ホールオープンハウスでは、多くのお客様に楽しんでいただけるように、スタッフとともにサポーターが企画・運営を行っています。トリトンアーツネットワークは、ビジョン・ミッションに共感する誰もが、聴衆、サポーター、寄付者、会員、演奏家など、さまざまな形で参加をすることができる NPO です。皆様のご参加をお待ちしております。一緒に音楽の輪を広げませんか？